はい、皆様こんにちは、なりわでございます。お待たせいたしました。ここから続けていきたいと思います。リスナーさんにね、1時間とか30分とか延長できるということを教えていただいたので、とりあえずね30分でやってみたいと思います。でまたキリが悪いようでしたら、またねこれを1時間に変更して続きをね次回からやっていきたいと思いますので、とりあえず30分で試してみたいと思います。あれ何？装置がついてる。見つけたのと同じ。誕生日おめでとう、アイザック。パパはお前を心から愛しているよ。なあ、パパは一緒にいられないんだ。でも、それでもパーティーはできるよな。そうだろ？ねえ、もう一回見せて。目いっぱいだ。俺一緒にいるぞ。ああ、来たな。誕生日おめでとう、アイザック。パパはお前を心から愛しているよ。考えてみたらね、話す相手がいないんですもんね、他の人とね。お誕生日おめでとう、アイザック。パパはお前を心から愛している。どちらへ行けばいいのかな。これ確か地図が見れるはずなので、このままでいいかしら。あ、ここ出れるのかな。階段。なんでこんなとこで？何があったの？それにマチュピチュ、あそこに行きたかった。ずっとね、オーウェンと一緒に行けばよかった。ほんとバカ。言っとけばもう、やっぱりあれですよね、後でやっとけばよかったと思うのであれば本当にした方がいいですよね。それだけで十分だったのかもしれない。ドアが開いたその瞬間、あなたがそこに立ってた。レトロな模様の服をまとって笑っていたわ。私思わず顔を背けちゃった。恥ずかしくて、私の中で芽生えた気持ちがバレそうで。一瞬だったけど私には分かった。ずっと一緒にいる運命だって。うん、怖くないのかな、こんなところ一人でね。でしょうね、きっとね。だいたい右だと思うんだけど。ロストの声、来てくれたんだ。あそこ？ここだよ。今行く。待ってて。よかったです。思わ、行かけず早かったですね。捕まって。あそこには行っちゃいけない。ほら。すごい、うろうろして15分ぐらい潰しちゃうかと思ったんですけど。アロイ、ここは禁じられた場所だ。落ちちゃったの。あれは鉄の世界の。それはなんだ。別に下に
あったのか。うん、渡しなさい。やだ。アーロイ、それは危険なものだ。いや、そうか。そうやってこっそり抜け出すなら、荒野で生きる方法を学ばねば。来なさい。帰るぞ。だが明日からは狩りの特訓をする。だって6歳って言えばね、一番あれこれ興味のある頃ですもんね。してますね。ああ、骨だって。もうそのおもちゃとは話すな。さあ、谷を下るぞ。ね、おいで。このホライゾンゼロドーン。荒野は危険だらけ。どんな展開になるんでしょうね。なかなかの最初は緩いですね。さあ、昨日お前は落っこちて怪我をしたの。まずは手当てだ。この袋を持って薬を集めるぞ。この植物見てみろ。これは安らぎの花。ほら、こいつの実を集めてこい。これを集めればいいんですね。よし、食べてみろ。ところ苦いかもしれんが、命を救ってくれる。袋は常にいっぱいにしておけ。薬効のある実や花でな。ここはどこ。この谷は安息の地の一部です。安息の地。野良族がこの地を守り、危険な機械を追い払っている。ああいうの集めればいいですね。こういうのあまりないですよね。下流の先で機械の群れを探して狩りを教えてやる。危ない機械。機械は皆危険だ。奴らを甘く見てはならん。だが私が一緒だ。アーロイ、機械が来るぞ。かがんで背の高い草に身を隠すんだ。なんか痒くなりそう。かがむんだ。ちっちゃいの。アーロイ、待て。あの機械はウォッチャーというやつだ。この荒野で生き延びたかったら、やつらに絶対見つかってはならん。教えてやろう。私の言う通りやってみるんだ。動くな。じっと待つんだ。機械の割には滑らかに動いてますね。すごいですね、千年前。かがんだまま、あの背の高い草までついてこい。機械を作ったんでしょうね、千年前に。音も立てずに済む。それにかがんでいる方が静かだろう。待つんだ。今ので最後だ。進もう。よくやった。気づかれなかったな。
離れるな。群れはこの先だ。おお、うわすごい、こんなところ。あれは誰？無視するんだ。なんであそこに？あ、身がある。ねえ、笑ってるよ。デブ、ほら戻っておいで。デブ、どこだ？無視しろ。いいか、彼は部族の人間だ。部族が嫌いなのかもよ。愚かなことだな。さてと、群れを探そう。来い。どこで？あー、すごい、川の音。ほら、見ろ。あいつはストライダーだ。ストライダー。はあ、行け。なんで声出すんだ。ねえ、逃げちゃったよ。やつらは人間に気づくとすぐに逃げてしまう。覚えておけ。だからこっそり近づくんだ。平気だ。谷の先で追いつくだろう。見てろ。じゃあ、お前の手のひらくらいの大きさの石を探せ。なんで？言う通りにしろ。石を集めたら使い方を教えよう。よし、いいぞ。これ石なの？それでいい。こっちだ。早い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 から早いから。どこかな、そこかな、木の根元かしら。時間を無駄にするな。アロイ、さあ来い、群れがいたぞ。よし、それじゃあ石を投げるぞ。でも石じゃ機械は倒せないんでしょ？ああ、だが気をそらせて罠に誘い込める。例えばあそこのウォッチャー、倒さなければ群れに警告されて近づく前に逃げられてしまうだろう。警告？どうやって？機械は意思疎通できるんだ。素早く仕留めないといけない。私が合図したらこの尾根から石を投げてウォッチャーを引きつけるんだ。合図を待つんだ。投げちゃった、言われる前に投げちゃった。なるほどね、気付けてから。もう安全だ、来い。獲物を解体して矢を作るぞ。よし、それじゃあそこでヤガラの木の茎を集めるんだ。矢の軸に茎を使う。矢尻には鉄のシャートだ。ちょっと待ってね、そこでちょっとあれ採取して追いつけないんだ。待って、それでは、押しして、そして、出てきた。よし。
作り方さえ覚えておけば矢に困ることはない。その矢を使ってみるぞ。来い。使ってみるぞと。いいか、草の中でかがんで音を消せ。いよいよ初めての獲物を仕留める時だ。ストライダーだ。機械にしては弱い方だ。だが弱い機械とはいえハンターを殺せる。絶対油断するなよ。獲物をよく見る。表面が硬くても弱点は必ずどこかにある。例えば目だ。他はどこかな。あれが弱点なの。そうだ。なぜわかった。教えてくれた装置が。あのおもちゃがか。嘘をつくんじゃない。さあストライダーを仕留めろ。目か入れ物を狙うんだ。突進してきたら転がって避けるんだぞ。長押しでこれを狙ってで、もう一度。グレイ。で、長押しをして。今日はよくやった。だがまだ先は長い。続きはまた明日やろう。今のは。あの子、義勇の小道を走ってる。ついてこい。急げ。どこ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 。この川を渡るの。なんか日が夕日っぽいんだけど、この世界に夜はあるんでしょうかね。永遠昼間だったりして。してるんですけどね。どうすと、やっぱりこれが大人と子供の違いなんでしょうね。早い早いか。N3 でダッシュってこれが精一杯です。私はできない。あの少年が機械に見つかって殺されるのは時間の問題だろう。じゃあほっとくの。ここで撃てばあれは暴走し踏み潰されてしまう。歩く道が見えてる。でも進む道がわかるの。嘘をつくのはやめなさい。すぐそばにいるの。本当にこっそり行けるから。やめるんだ。助けない。アロイ。いや怒られる。あっちもこっちも。大丈夫、行くからねっていうような目してるね。
静かに動かないとダメ。見られたらダメ。チャンスだったかな、失敗した。じゃあ今のうちこれ。見てないと。もうちょっと。信じられない。
よかった。すんなり行けた。びっくり。それはおもちゃじゃないのか。待って。女神様の祝福をあなた方に。その子、おかげだ。僕はただ。おい、口を閉じていろ。話しちゃいけないんだ。こいつらは異端者だ。その子は母なし子だぞ。行くぞ、母の源へ。ほい。異端者と話してはダメなんだよ。掟で禁じられてる。さあ帰るぞ。子供には理解できないよね、理由がわからないもの。道はわかる。うん、怒っちゃったね。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。あ、なんだなんだ。なんということを石をぶつけるって。こっちに来るな、母なしごめ。すごい。さあどうするのかな。石を捨てて帰るっていうのもあれだけど、これだよね、やっぱり。そうね、分からせないとね。血が出てる。さあ見せなさい。ほら、じっとして拭いてやる。なぜ？しなぜ私は異端児なの？アーロイ、今その話は。私のお母さんは誰？アーロイ、前にも言ったが、知るべきことじゃないんだ。ババ様が連れてきた時、お前は赤子だった。ババ様たちは知ってる？難しい話なんだ。でも知ってるの？私たちは異端者なんだよ。じゃあどうすれば教えてくれるの？長老が？方法はなくもないが。じゃあ教えてよ。でも危険だ。なんで？何年も訓練しなければならない。そんなの平気。どうすればいいの？教えて。試練に出ろ。毎年行われる通過儀礼だ。合格者は義勇兵となる。だが勝者になれば長老が願いを聞き入れる。願い？そうだ、勝者が望むものは何でも。私やるよ。そりゃそうよね。絶対やるもん。知りたいもんね。勝ってみせるよ。なるほど、なら訓練しないとな。訓練は大変だし、何年もかかる。じゃあ始めよう。ね、来て。では急げってことね。おっと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 。勇敢ね。怖くないのかな。